先週の日曜日、祭日、日曜日じゃないです、29日、4月29日、祭日の日に、代々木第二体育館で、極真実践五線空手道、極真五線空手道の大会をやりました。そのルールは、顔面もあり、金的もある。以前に、紹介したことがあるルールでやったわけです。なぜやったか。やはり空手は身を守るために、沖縄で豊臣秀吉によって、琉球軍の武士たちが全部刀槍いや全部取り上げられて丸腰になっちゃった。薩摩藩が管理しやすいために侍たちをみんな武器を取り上げてしまおうと、全員百姓にしちゃおうということ、武術武道一切禁止と。それと同じことをやったのは誰かと。ダグラス・マッカーサー。1945年8月29日、厚木飛行場へ降りた時のダグラス。ね、マドロス・パイプを吸って。GHQ 着くと同時に、すべてのこの日本 の土地である、武道道場を閉鎖せろと。いや、それはものすごい数の剣術道場、柔道の道場、弓の道場、槍の道場、薙刀の道場、武道道場だらけだと、日本中に。どこの田舎に行っても柔道の道場は、どこの、奥地行ってもある。日本中にはびこって辻浦にあったのは武道の道場だ。西洋の人が日本と戦って、この人たちはなぜこんなに強いのかと肝を冷やしたわけです。日清戦争でもあっという間に中国人がピタッと土下座するほどやっつける。世界最強の民族だと言ったんです。もう日露戦争の時の。殺されても殺されても、向こうは機関銃で来るから。ね。機関銃でダダ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 と日本人が倒れていく。このぐらいの弾当たるんですから、どん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 。五六発体にこんな弾をどんどん入れられても走ってんだ。この恐ろしいこの民族はなぜ来たのかと。これは武道なんです。そうでしょう。だから小野田少尉がフィリピンで終戦が越えてからも山から降りてこずに、日本の探検家が発見するまでの間というのは二十数年です。いや、野生の果物と魚を取って食べて、人里には来ずに、山の中で陸軍少尉としての務めを果たしてたんですよ。中野学校に仕込まれた精神で。こんな民族はこの世界中におらないですよ。それから上官の命令通り、動くという、これも徹底してたわけです。だから小野田少尉は誰が探検家が何ぼ説得してもダメ、俺は山から降りないと。俺が唯一信用できるのは上官の命令以外ないと思った。だから上官を探して、上官をフィリピンまで連れて行って合わせて、何々君、
今は戦争が終わってるんだぞと、武装解除して元へ戻れと、こう言って初めて飲んだは、はい、わかりましたと言った。上官の命令以外聞いてはいけないという、体に染み込んだ、もう一瞬には洗脳されてるかわからない。それ以外は聞かないという頑固一徹。だからまあ、捕虜捕虜になったとしても調べには応じないでしょう。私がどこへ行っても喋らないというのと一緒です。この間も警察は来て、詐欺師に詐欺やめろと言っただけで、麻布警察が来たでしょう。麻布警察はもう私が喋らないと。いうのはもう知ってるわけ。一切書かない、何も。松浦とも書かない、郷土院とも書かない。もちろん、指紋も押さない。お名前はいつも、バカ者っちゅうだけやから。失礼千万と、俺にそういうバカなことを聞くんじゃないと。罪のないものをこういうところへ連れてきた権力の乱用で、ね、そこ、辞表出してやめろとお前はとこう言うだけだ。手に負えんわけで彼らもギブアップするんだけど、まあ、わしは殺されても頑固一徹です。それが小野田と一緒なんです。これをこう恐れたんですよ、マッカーサーは。ダグラス・マッカーサーはすぐ武道全部禁止、それから武道の生徒を追い出して閉めちゃうわけだから。武道家は飯食えないわね、それじゃ。まあその時骨継ぎだけな、骨継ぎをやってたで、道場主は武道の。だから武道道場イコール骨継ぎ屋と我々呼んでた、子供の頃は。だから骨継ぎ屋で生計を立ててた、武術を教えずに。それが吉田茂サムラン七国講和条約とともに、もう町の道場は復活しないまま学校でやるという形で、教育の中の体育の中に武道というのがこうあって、剣道と柔道だけは認めて、弓とか槍とか薙刀とかはもうやらなくなった。残ったのは柔道だけ。だからそこで、相撲というのは興行ですから、マッカーサーも相撲はいいって言ったんだよ。相撲は武道じゃないと、あれは芸者みたいな裸踊りと夜お酌をするわけだ、谷町。それは敵屋の仕事だから、敵屋は認めるところなんだ。ここで今、武道というのは何したわけです。だから日本の恐ろしさというのは、やはり武道をもう一回復活さすことだと。沖縄で生まれたんです、空手は。豊臣秀吉が槍、武器、刀、全部禁止したから。五体を鍛えて武器にするという。だから受けても頑丈な体を作っておくと、攻撃も非常に強い攻撃力を発揮できる突きと蹴り、あらゆるそこには、鍛え上げた破壊力を持っている。これが沖縄の、いわゆる江戸時代広がっていった空手道です。そして沖縄で生まれ、日本でその広がり、そして学校出た人たちが世界へ皆教えに行って、今世界では2億人以上の人が武道をやってる、空手をやってる。
まあ、柔道は柔道でまた広がって学校とか警察に。こういうものがですね、果たして実践の時にどこまで使えるかという。今、顔面を打ってはいけないというルールになっているわけ。フルコン。それから、伝統派の空手は寸止めになっている。止めると。パッと途中で止めなきゃ。当たる寸前に止める。当ててはいけない。実戦で止めちゃったら破壊力がないから。実戦の時はバーンと当てなきゃいけないわけです。破壊をしなきゃいけない。しかしこれを実際に競技としてやる場合、筋的もあり、顔面も破壊するったら、これ怪我人が出るわけ。だからそれをいかにして怪我をささなく安全な形でやれるかというのは、極真の濱井師範が考えた、いわゆる五神空手なんです。顔面筋的あるわけですから、急所をバーンとやってもいいという。それをやったところ、非常に充実した腕に自信のある空手家、キックボクサー、それから充実、そういういろんな格闘技の強者が集まって、もうどこの団体の大会を私も500回ぐらいはもう若い頃から空手団体のスポンサーになって見に行ってましたけど、まあ今まで見たこともないような面白いこの組み合わせの試合がですね見られました。これだなと、これからはどこを殴っても蹴ってもいい、しかし怪我はしない、安全すぐるほど安全だと。安全すぐるから慶応がないんですよ。誰も怪我しないから答えないから、当たっても答えないから、そこは若干現実的じゃないなと。やっぱ当たったらある程度答えるようなとなると危険になっていくわけだけど、そこの塩梅でやはり少しは効いた形も必要じゃないのか、痛い感じること、痛さを感じないんだから、この試合は安全すぎて、ここはもう一回浜井師範にもちょっと考えてもらって、少しは痛みのある程度の安全性をもう少し下げると、まあ、危険なものにするという意味じゃなく、too much だと、安全すぎるほど安全だから、どこ殴られても答えないもんだ、ある程度答えて勝った方と負けた方の何か見やすくするということも大事じゃないかと。そういうことも含めて次回はもっといいその形でできるように改良されたものをによって、こういうイベントが展開されるとは思います。ぜひ武道家、空手家、キックボクサー、ボクシングの方々も参加して、これを盛り上げるようにし、この復旧によって、我が身は我が身で守る、こういう人たちを全国に増やしていきましょう。